はい、ね、今日はあの3月の20日水曜日、ね、休みですよ。いつもでしたら、毎週木曜日に仕事が終わってから、収録してるんですけど、ここ最近ですね、なぜか木曜日になると、ね、遅くまで残業するというですね、絶対まではいかないんですけど、結構遅くに家に帰ってくるので、そっから収録というのがちょっと厳しくなってきましたので、まあ、今後はですね、収録できるときに、ね、収録をして、ね、皆さんにお届けしたいと思います。というわけで、52歳、うつ病、派遣社員、ね、社会の底辺で、ね、こう、のたうち回ってますよ。ね。というわけでね、今日はまあ、休みで、今ね、何時ですかね、今10時5分ですね、朝の。ね、今日は、私の住んでいるね、朝の、区長選挙と、あと、農業組合のなんか偉い人を決める選挙があるので、さっき9時過ぎにですね、集会所に投票に行ってきました。ね。でその後、今日は、粗大ゴミを出すので、母親が、ね、粗大ゴミを、家から粗大ゴミを6つぐらいあるので、軽トラに乗せるお手伝いをしました。で、その後ですね、今日は、15時から、ちょっと電車で、移動して、嫁さんの、実家の方の親戚の人たちと会って、ご飯を食べる予定です。ね、結構過密スケジュールです。ね、というわけでね、あれなんですけど、ね、私前々からですね、すごいこう気にはなってるんだけど、なんか時間が経つと忘れてしまうというですね、ことがあるんですよ。それは何かというとですね、小学校でうんちをするとなぜ大騒ぎになるのかというですね何言ってんだこのおっさんは50人にもなってと思われるかもしれませんけど、なんで小学校でうんちするとあんなみんなクラスのみんな大騒ぎするんだろうとね、思ったことがあったんですよ、ね、あるんですよ。仕事中でもそういえば昔なんかうんち小学校でうんこしてるとね、うわーうんこしてるって言ってですね、そのうんこしこの何ですか、このトイレの個室の前にみんな集まってですね、うんこしてるー、うわーうんこだーって大騒ぎして、でうんこを終えた人が出てきたら、うんこまん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 でそいつのあだ名はしばらくうんこまんになるんですよ。ほんでね、それをふと考えるんですけど、時間が経つと忘れてしまうんですよね。なぜなのか調べようとしないね。でね、そう思いながらね、ずるずると52年経ってしまったんですけどね、ここでね、やっぱりせっかくインターネットがあるんだから、今日は休みだから、ちょっと時間があるから調べてみようと思ってですね、小学校でうんちをすると、なぜ大騒ぎになるのかというキーワードをですね、Yahoo でちょっと検索してみます。今ね、もう Yahoo で検索の画面に来ていて、キーワードも打ち込んでいるんですけど、じゃあ検索しますね。ね、早速出てきました。一番最初に出てきたのがですね、なぜ小学生たちは学校のトイレでうんこをしている人がいたら大騒ぎするんですか。なぜ小学生たちは学校のトイレでうんこしている人たちがいたら同じことがいるな。ね、これ、ヤフーの知恵袋ですね。ヤフーの知恵袋で、2004年9月17日17時46分にね、やっぱりね、ヤフーの知恵袋で聞くっていうところがいいですね。で、ベストアンサーがですね、俺なんか学校の便所でうんこしていたら犯罪者扱いされた。それからは職員便所で、脱糞してます。ね。職員便所で、
あのうんこをすると。ね、あの一つ思い出したんですけど、私小学校の時にですね、まあ何回か、わあうんこしてるって大騒ぎになったことがあったんですけど、確か小学校6年生の時にですね、6年生の教室のすぐ横はトイレだったんですよ。そしたら誰かが、わあうんこしてるやつがいるぞとか言って、でみんなで、トイレに押し寄せてですね、でうんこしてるうんこしてるとか言ってね、騒ぎ立てるんですよ。小学校6年生ですよ。6年生。来年はもう中学生になるのに、私たちは小学校6年生の時でも、うんこしてるって大騒ぎをしてたんですよね。で、どんなやつが、誰がうんこしてるんだってね、思ってですね、ガチャってね、扉、開いたら、そしたら先生がうんこしていてですね、先生が出てきたというですね、職員便所、トイレを使えよとね、思いましたけど、先生が出てきて、それで、シーンとなってですね。ほんで、あ、先生でしたかみたいな感じで、ね、なったことがありました。ね。ね。回答がですね、今のこの、ヤフーの知恵袋の回答、6個回答があります。ちょっと一つずつ読んでいきましょうか。その他の回答。うんこが好きだからです。好きなものを正直に好きと言えない気持ちがそういう形に現れるのです。うんこをみんなで楽しみでいるでしょう。ねえ。そうなんですよね。小学生はね、うんことかおちんちんとか好きですよね。しかも、好きなものを正直に好きと言えない気持ち。ね、これは小学生でありがちなんですよ。ね、好きな女の子を好きと言えないから、この愛情表現をどうしていいのか、まだ、小学生で未熟だからわからないから、好きな女の子に嫌がらせをしてしまう。ね。それと一緒ですね。ね。うんこをみんなで楽しみたいのでしょう。ね。やっぱりですね、小学校で、うんこというのはですね、一大イベントなんですよ。ね。ね。普通、うんこは、ね、家でしてくるものだ。ね。学校に来てまでするものじゃないというですね、なんかあるんでしょうね、そういうのが。で、それを、ね、あえて、ね、学校でうんこをする。うんこをするというのは、うんこをするという行為はですね、まあ、小学生、まだね、生まれてから数年しか経っていないですね。小学生数年、もしくは十数年しか経ってないね、人にとってみればですね、うんこというのは、自分のこの全身のね、パワーを込めて、うーんとね、こう、ブリ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 ってね、ね、自分の中から、巨大なものを出す、ね、一大イベント。ね、自分にとっても一大イベント。うんこをするということは。ね。そら人にしてみても、あのうんこをするんだ。これは一大イベントだ。大騒ぎだというわけなんですかね。じゃあその他のコメントを見てみましょうか。で、バカだからとしか言いようがない。小学生だけではありません。私は中学2年生ですが、クラスの男子がうんこをしたって、他の男子がバカにしてます。絶対おかしいと思う。中学生でもするんかい。はい、他のコメントです。その次のコメントです。するのはいいんですが、流さないから騒がれるんです。ね、これ。いや、どうなんすかね。確かにですね、流されてないうんこを私、何回か見たことありますね。よく公衆トイレとかではありますよね。なんで流さないんだとね。なんかもう嫌がらせなのか、流し忘れたのか、どっちなんですかね。ね。で、その次のコメントが、お子ちゃまだからです。自分もしてるのにね。ね。精神年齢が低いということなんですかね。ヤフーの知恵袋は以上なんですけど、その次のですね、なんか、やつがですね、これ何ですかね。あ、これは、2チャンネルか、なんかのあれですね。2チャンネルのスレッドで、小学校、学校でうんこをするとなぜ大騒ぎになるのか。
小学生の頃うんこしたことがあるけど、上からちり紙ロールがいっぱい流れて投げ込まれた記憶がある。でうんこした後学校中が大騒ぎしていた記憶が、ね、これはあうんこしているクスクスって程度で、そんな暴力的なことは皆無だったね。これこのスレッドの2番目に書かれて書き込みがあったうんこしているクスクスっていうのはですね、これはですねありました。これも私小学校の時にですね、父親の仕事の関係で2年ほどですね東京に住んでたんですよ。東京に引っ越してですね、普段は滋賀県というど田舎に住んでるんですけど、東京に引っ越した時に小学生の4年生の時と5年生の時ですね、東京の小学校に通ってたんですよ。でトイレももちろんありました。でね、トイレがですね結構広いんですよ。で普通ね、小学校のトイレといえばですね、うんこをするね個室ってあんまたくさんないんですけど、確か私の通っていた滋賀県の小学校は個室が2つしかなかったんですよ。でところがですね、東京の学校はですね個室がですね6つぐらいあったんですよ、ね、まあ生徒の数が多いということもあるんですけどね。で時々誰かうんこしてるんですよ。でもこれを見た時、はっ誰かうんこしてると思ったんですけど、全然誰も騒がないんですよ。ね、騒がないから、あ、東京の小学校はうんこをしても騒がないんだと思ってですね、私もですね、時々うんこしてました。で、まあね、どうなんですかね、私、東京の小学校に通って感じたことはですね、東京の小学校と、あと地方の小学校って明らかにですね違うところがあるんですよ。というのはですね、例えば授業を受けるじゃないですか。で先生が、普通小学校の先生ってほとんど全部の科目を教えるじゃないですかね。でたまに男の先生だと音楽だけ女性の先生が教えるみたいなことが私の田舎の方でもあったんですけど、東京はですね音楽の先生と図工の先生と、あと音楽、図工、あと理科の先生が、違う担任じゃない先生が教えてるんですよ、ね、で音楽の先生はなんかですね、NHK の教育テレビにも出るぐらいのですね人がですね、なんかレギュラーじゃないですけど単発で出演したことがあるとか言ってですね、音楽室でですね授業の時に、私テレビに出たんです、こういうので出たんですって見せびらかされたことありますよ。で図工の先生はいかにも芸大を美術大学を卒業したような芸術かぶれみたいな、ね、芸術家かぶれみたいなおじさんがですね先生でした。で理科の先生はなんか白衣着てましたよ白衣着たおじいさんで、でねその先生ですね、もう面白くてですね、理科の時間に、なんか生物のね、なんか、生き物の、なんか、授業の時は、なんか、黒板に生き物の名前を書くんじゃなくって、生き物を黒板に書くというですね、なんかよくわからん先生でしたけど、まあ、その私の通ってた、小学校っていうのがね、新宿区の、牛込台にあるね小学校だったんですけど、でその先生ですね、何ヶ月か一回にですね授業そっちのけで理科室にあるビーカーとか、あとなんかこんなアルコールでこんな火がボーッと出るやつあるじゃないですか、あれを使ってみんなで白玉団子を作る時ですね家庭科かよ思ってそんなことしてました。でね、みんな大喜びみたいなね、あと白玉団子作ったり、あとなんかですねカルメ焼きをですね作ったりとかしてねなんだこの授業はとねね、であと通っている小学校に通っている子もですね、お父さんが政治家とかですねお父さんが弁護士とかですね、そんな人いましたよ。まあ、そんな人もいれば、お父さんは喫茶店のマスターとかですね、お父さんは果物屋さんの店主とかですね、
まあいろいろでしたね。あとなんかね、会社の社長とかいうのもいましたので、やっぱその辺ですね、なんつかね、金持ちも結構いましたので、やっぱ育ちが違うのかなと。うんこごときでは騒がないというね、こう教育がなされているのかね。まあ今申し上げたですね、学校の教育のプログラムもですね、明らかに教育の質がですね、私の言った滋賀県の小学校に比べるとすごく違うと思ったんですよ。同じことを教えているけど、ものすごくですね、教育の質が違うなと小学生ながらに思いました。やっぱそういう教育の質がの違いからですね、やっぱうんこごときでは大騒ぎしないというですね、教育がなされているのかというですね、思いました。明らかに教育の格差があるとですね、当時思いました。もう40年以上前の話ですけどね。ねえ。というわけです。じゃあこの2チャンネル、5チャンネルかのね、掲示板の続きですけど、24時間365日常に下痢で、学校でも毎日何度も個室にこもって、その度激烈な悪臭と排泄音を発生させながら、超大量の、水溶便これはね、水のような便を噴出させていたのが、その激烈な悪臭の中って嘔吐した人がいると聞かされたよね。ねえ、学校のうんこ、最大級の恥辱、最高のスリル感、小学生時代これほどドキドキすることは他にあるのかとか、いろいろ書いてますね。これはもう体験談が綴られてますね。第3番目、あ、これも5チャンネルや、ダメですね。5チャンネルは体験談があって、なぜ学校でうんこをすると、で 4番目のね、ヤフーの検索の4番目になってくると、どうしてうんちが出るのっていう話になってしまってますね。いや、どうしてうんちが出るのはもういいんですよ。ね、あ、学校でうんちをすると、なぜ大騒ぎになるのかというのは、ヤフーの知恵袋と、5チャンネルのスレッドしかないわ。ねえ。なんすかこれは。そんなにやっぱりね、ね、うんこをすることが、ね、なんでですかね。まあ私がやっぱり思うのは、さっきも申し上げた通り、うんこは一大イベントであるね、小学生の子供にとっては。それが中学生になると、中学生になるとね、うんこをしても大騒ぎしなくなったのは、やっぱりですね、人間は第二次成長期を迎えて、女子が、ね、女子が体が丸みを帯びて、こうね、エロくなる。急にね、割と小学生の時は男子と女子は仲が悪くて、こう喧嘩とかしていたのに、女子が急にエロくなって、それに夢中になってしまう。ね。だから、うんこをして大騒ぎをする、うんこが一大イベントではなくて、女子をエロ目線で見るということがですね、中学生にとって、男子中学生にとっては一大イベントになり、ね、うんこバカバカしい、今は女子だぜ、女子の体操服姿をね、体育の時に女子の体操服姿を見て、いろいろね、こう想像する。ね、もう頭の中は女子のことで頭がいっぱい。ね。ね。なんかね、走ると乳とか揺れますしね。多分ですね、もうね、私もね、中学生の時はそうでした。ね。もうね、ね、まあ、オタクでしたけどね、漫画とか特撮とか好きでしたけど、女子も好きでした。ね。もうね、女子をね、スケベな目で眺めるのが、もう楽しみでしょうがなかったです。ね。
ね、それがですね、割と高校の時になるとその辺が冷静になってきて、こうね、まあ楽しみの一つではあるけど、そんなにメインの楽しみじゃないと。ね、俺にはね、俺は漫画を描きたいし、自主制作映画も撮りたいし、漫画も読みたいし、スーパーファミコンもしたいし、みたいなね、感じでね、こう娯楽がこうね、高校生になると多様化していったんですけど、中学校の時はね、もう女子に目覚めて、ね、エロ目線に女子を見ることがメインコンテンツ。そうなってくると小学生というのはうんこを目撃する、うんこをする、うんこを目撃するがメインコンテンツだったんですよ。うんこ女子多様で、その後こう多様化みたいなねことじゃないでしょうかね。というわけでね、うんこ、まあなぜうんこをすると大騒ぎになるのか、これは皆さんのね、意見も聞きたいところです。